まだ開けてないんだけど。もう待てなかったにゃ。ただユッフィーが寝てるだけの絵面とかしんどいにゃ。絵面？ああ、まあ、こっちの問題だから気にしなくていいにゃ。それにしてもいつも思ってたけど、ひどい格好にゃ。それじゃ絶対外は出歩けないにゃ。こんなの普通よ。外出る用事もないんだし、ダルンダルンの T シャツとジャージでいいの。休日はこうやって一日のんびりして。にゃー、うん、下着だっていつも。あー、ストップストップ。にゃー、そこまでサービスしなくていいにゃー。サービス？誰に？いろいろあるにゃー。とりあえず今日も動画持ってきたから見るにゃー。今日は受験生必見の縁起のいい猫の動画にゃ。はいはい。それではにゃん、に、いち、スタート。どういうこと？わあ、危ない危ない危ない。落ちないね、器用な子だわ。ああ危ない危ない。落ちないね。また当たるの？頑張れ。ああ、危ない。すごいところで遊ぶね。猫ってどこでも遊べちゃうんだね。でしょでしょ。ここで猫の豆知識。猫は三半規管がものすごく発達していて、ちょっとやそっとじゃ体勢が崩れないんだにゃ。それに高いところから落ちても大丈夫にゃには、空中でくるっと回転することができる空中立位反射という能力を持っているからだにゃ。まあ要するにバランス感覚がすごいってことね。にゃ、そんな簡単にまとめにゃくても。え、じゃあ私はカプチーニャの食事もあげて、お風呂も用意してあげて、一緒に住んでるのに家事のバランスおかしくない？じゃあカプチーニャ部屋全部片しといて、よろしく。そにゃ、猫使いが荒すぎるにゃ。